G 先輩です。ノッタン。G 子だよ、ノッタン。ステージ3は呪われた山。わかりやすい名前にホッとしています。ステージ2はちょっとわかりにくかったもんね。さて恒例の新スキルのチェックです。おお、二段ジャンプ。来たねー。早くもゲットですか。これは嬉しいなー。移動速度が遅いから穴に落ちやすかったのですが、これなら助かる率も上がるでしょうね。その代わり穴も大きくなってるね。結局そんなことはないのかな。いやでも確実に便利にはなっているはず。そうだよ。え、背景のあの巨人は何？明らかにモンスターだよね。あんなのと戦うのだろうか。この辺は動物や虫が多いからそこまでだけど、前のステージでは気持ち悪い敵が多かったですし、そういう世界観なのかな。てっきり暴君が暴れているだけの世界だと思ってたんだけど、人と人との争いではなさそうね。その辺がよくわかってません。まあできることはとにかくステージをクリアしていき、その暴君のガラガーでしたっけ、そいつを倒せばいいということでしょうか。多分ね。ほんとこいつは何なんだろう。タッカーで早速これって掴まれるのか。じゃあ思ったよりは楽なのかな。おい、なぜなの。なんかやられても大丈夫っぽいと思ったら気が抜けちゃった。コンティニューが無限ならまあそうなるよね。でもそう見せかけてしれっとゲームオーバーになるかもしれないし、その危険性は一応あるか。あの壊せる青いブロックがないときは、カツを出す意味ってそんなにないですよね。遠距離攻撃はサブの方が強いし、威力が高ければいいけどそうでもないみたいだもんね。そうなんですよ。弱い敵なら倒せなくもないですが、一応ブロックのためにゲージは取っておきたいですからね。何？落ちるのか。こいつも防いでくるか。パワーだけじゃなく頭も使ってくるね。脳まで岩が詰まっているわけじゃないのか。脳筋ならぬ脳岩。詰まっていたのは筋でした。左は特に何もないかな。序盤以来あまり隠しアイテムを見つけてませんが、タイミング的にさっきの左には何かありそうという匂いはしましたが、まあいいでしょう。コウモリだ。ついに出てきたか。因縁の相手と言ってもいいほどの。とあるシリーズでは苦労してきたからね。これは突っ込むと後ろからやられて穴に落ちる危険があるな。だいぶ慎重になったよね。こういうプレイって昔はやりませんでしたね。だけどむやみに突っ込むのもそれを支える腕があってこそです。あと大事なのが動きを追う目も必要ということ。目、はい、動体視力と言いますか、動きについていく目と細かいところまで届く観察眼、そしてそれに対応できる処理能力が必要です。その全てが衰えてきたなと感じていますので、あまり無理するプレイはやめておこうと最近は思っているのです。もうご老人じゃない。否定できないのが切ない。こう言っちゃなんですけど、というか言いたくありませんけど、ここ1年で一気に老眼が進んで泣きそうなんです。え、はい、最初はなんか見えにくいなぁ、疲れ目かなぁ、特に手元がぼやけるんだよなぁと、そんなことを思ってたのですが、それ老眼だよと言われてハッとしまして、もう嘘でしょと、信じられないけど受け入れるしかありません。悲しい現実ね。ああ、これも違うのを狙ったんだけどな。まあこれでもいいけど、復活はしてないよね。
まあそんな感じでついに自分でも衰えを感じてきているのですが、それでもゲームは楽しめるんだぞということを証明していきたいので、これからも少し難易度を下げたりも考えつつ楽しんでいこうかなと。それでいいと思うよ。ごめんなさいね、なんか悲しい話をして。気持ちの上ではまだ10代なんですけど。それは無茶言いすぎ。え、これ落ちても大丈夫だよね。怖いなぁ。お店が行く必要ないかと思ったらレバーがあるのか。遠距離で動かせるけど一応ラインナップを見ておくか。おお、そう、これが欲しかったんです。扇風釜か。それにしてもなんか高くなってません？所持金によるのかなぁ。足元を見ているのか。おお、しかもシールド。こんなのもあるのね。素晴らしい。は？私のシールドは？消えた。買ったばかりでもう消えるの？マップ移動すると消えるのね。あそこにあった意味は？おい、完全に罠じゃないか。一度も活躍せずに終わったね。なんだったんだ。せめてこっちのサブウェポンは使いたいぞ。前に一回使っただけだもんね。見た感じ格好良かったから。あ、結局使わずに失ってるし。ここにはないか。結局構わない。はい。クモが弾を出してこないだけ親切ですね。ボスはまだか。またカジノ。あれ地味に好きなんだよな。今度も頑張って稼ごう。さっきめっちゃぼったくられたし。それどころかすぐ失うものを買ってたもんね。あれはさすがにクレーム案件ですよ。まあね。何もないか。これで旋風玉が出てくれればいいんだけど。よくわからないのでとりあえず金塊の前に3を揃えてます。うわぁ、何この数。すご、1000いきましたよ。どんだけ稼ぐのよ。これもう敵と戦う意味はないな。少しお金があればいくらでも稼げそう。だって多分またこのお金で回せますもんね。あ、そっか、もう一度できるんだ。はい。なのでここで9999とか下手すればそれ以上とか稼げるのかも。そうかもね。もうそうなったら買い物し放題ですよ。でも所持金によって価格が決まるのなら、ぼったくり。その可能性もあるからね。むん、せちがらいな。お、爆弾だ。これかなりレアですがめっちゃ強くて好き。威力は一番っぽいね。その代わり3ずつ使うのかな。せめて21個持てればもう1回最後打てるんですけど。そうだね。ここは温存して剣で戦うか。そうね、ボスで使うなら。ほとんど攻撃チャンスがないんだ。攻撃前後で1回ずつしか入らないね。効率悪いなぁ。あ、戻った。サブの回復もたまにあるよね。出てくれると知ってたら使えるのですが。この忍者軍団は敵なのか妖怪なのか。見えないの？
たお店。お、そんなに高くない？あれ、じゃあステージによって違うのかな？それなら稼ぐ価値終わりですね。シールドを。なぜかマップ移動の前に売ってるね。なぜ罠にはめるんだい？こっちは真面目に買い物している善良な一般市民なのに。いや、殺人鬼だったから。あ、そうでした。むしろこれ、虫たちも総出で殺人鬼を追い払おうとしていたりして。否定できないから困る。ここは間違っても取りたくない場面だな。あ、消えるんだ。そうか。ここで初めて知ったのね。はい。今まで何度か不可抗力で取ってしまいましたが、辛抱強く待っていればよかったと。そういうことね。さあ、さすがにそろそろボスだと思うけどな。下に雲がいるのは何か意味があるのだろうか。隠しエリアがあるとか。さすがに試す気にはならないけど。お、来たか。うん？あ、登らないと出てこない。じゃあ、まあわかってたけど、やっぱり大雲だよね。人の顔がついているのが気持ち悪いな。でも実際に似たような雲っているんだよね。切ないことにいるんですよこれ。あ、そうか、登るのなら爆弾は意味ない。うん、なかなか噛み合わないな。サブの回復。へえ、一応壊す意味はあると。この時だけ爆弾が使えるね。それならまあいいのか。もう出せない。使い切るのは早いね。まあでもこのスピードならなんとか倒せそうかな。それにこれでサブも回復できるし。全回復しちゃったよ。優しい雲だな。色が変わった。ほんとだ。もう終わりか。うお。当たると落ちて一発アウトね。そんな。ダメだこれ。当たるとマジで終わります。ダメージとかじゃなく当たったら負け。それだけ注意しましょう。地面がある時だけだね。あと登っている最中に追いつかれそうになったら、登りながらでも2段ジャンプできるので、それで距離を稼ぎましょう。捕まるのに失敗しないようにね。はい。あとは投げまくって。なんてことなの。落とされなければ大丈夫。危なかった。これで勝てるね。オッケー。この最後っぺは怖くないな。ということで、ステージじゃなくてレベル3クリアです。ここの新スキルは何でしょうかね。それじゃ次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。